どうも、コマラです。誰だお前は。DYO っていうゲームをやっていきたいと思います。DYO? このゲームは、協力プレイ専用ゲームなんですよね。協力プレイ専用ゲーム。僕とチャンチャと2人で協力してまたやってみます。何ですかそれ。わ！ここ右左分かれてるんですけど、右左分かれてますね。この左にいるこの細いやつ。はい、こっちを操作するのが、僕コモラです。あ、コモラさんが左を操作してると、でこっちの、太ってる方、はい、こっちも操作するのが、はい、コモラです。チャンチャ君は実況お願いします。実況でって、おい、何協力プレイのやつを。パズルゲームなんかな。一人でするな。二人で協力してゴール目指すんですけど。なるほど、パズルゲームね。一人の状態やったらこれ進めないですよね。見ての通りこれジャンプしかできなくて、はあはあ、特徴としてこの画面を固定することができるんですよ。なるほど。わ、固定するとこの出会うことができるんですよね。へえ、この画面を一つの通路にしたらいいんだ。出会うとこうやって協力して登ることができるんですよ。わ、頭の上乗ってるしネズミもいて、進んでいくっていうゲームなんですね。あ、なるほどね。出口がそっちにあるんだね。わ、頑張って協力してやっていこうぜ、ちゃんちゃくん。僕はやっていきましょう。一人で二人予約するな。半年ぐらい前にプレイしたんですけどね、もう全然覚えてないですね。半年前はお友達と、ここか、はい、あ、返答がないですね。一人でやったんでしょう。すごいね、協力プレイ専用ゲーム。結構これ頭使うんですよね。確かにこれ、あ、そうやって階段みたいにするんだ。なるほど。ハイタッチ。ハイタッチ。桜木とあいつだ、ルカはハイタッチ。スラムダンクの最終回だ。ここかな。あ、すごい。こうやって、あ、すごいねこれ。2つの横スクロールを計算しないと、地形を読まないと。え、どあ、これできるな。あ、いけるいけるいける。なるほど。これめっちゃ難しいんですよ。今まだなんとかクリアできてますけど、はい、後輩になればなるほどマジで難しくなる。あ、スイス行ってますよ。でも今、え、落ちちゃうよ。したらあかんすか。はい、どうしようどうしよう。あ、一回そこつなげ、協力するつなげて、そう。でもそこ行ってもどうすんの彼は。あ、なるほど、一回解除できるんだ。近づか。わわわわ、あ、なるほどね。あ、落ちた。あ、下にあったかなんか。タイムリープ？はい。なにこれ？刀ゼロ？このゲーム斬新っすよね。斬新だね。この迷宮感。一つのコントローラーで二人動かすの難しいわ。うわ、そりゃそうだろうな。一つだもんね、コントローラー。はい。あ、ハイタッチ。次はどうなるでしょう。ちょっと、うわうわうわ、複雑だよ。あ、もう上にあるじゃん、そこ。どうすんのよ、ここから。あ、一回協力して段差をうまく利用したいから、はい、とりあえず、まあ、こっちかすか。ゴールできるこれ。一人ゴールいけた。あ、本当だ。いやでも、ゲーテンも仕方ない。あ、もうこれでいけるかな。一回それを基準にして、なるほどね。あ、乗れへんか。あら、あ、無理だった。こんな感じでやん。ここです。いや、すごい、これ考える人も大変だね。ゲイ東大王が考えたのかな。頭使うわ。アホがバレてますよ。実況バレるよ、小村さん。小村さんね、引きこもりで、引きこもりすぎて絶滅できなかった恐竜ですからね。乗るしかないな。だからなんだって話なんですけど。あ、でもこの古代の感じ、懐かしさを覚えるんじゃないですか、小村さん。あ、すごい、いいですよ。いや、ちょっとずつ上に登っていくのが大事なんですね、このゲーム。あ、日進月歩だね。まさか50歩100歩だね。からどうする？一歩下がって二歩下がるだね。いや、それじゃ三歩下がってるじゃねえかって言われちゃいますけど。できるか。あ、いや、このクリアできる、この
ゴールが見えた時の瞬間が結構気持ちいいんですよね。あ、確かにすごいって思います。こっちこれでいけるやんって。え、無理でしょこれ。どこつなげるの。どう、そことりあえずつなげないと。ちょっと頭がこんがらがってるよ。一回一緒になって、あ、あ、すごい、いけた。これ次は右のやつを上に行かせたいから。なるほどね。ああ、いいね。いやー、結構頭使うね。僕が概要欄を書くときぐらい頭使うね。この動画の概要欄何書こうかな。いいよー、順調。あ、これでいけるか。あ、いい、あ、すごい、すごい、頭いいじゃないですか、小村さん。ハイタッチ、桜木花道とルカワだ。そしてどんどん行こう。あ、ここから新機能。何ですかそれ。入れ替わることができるんですよね。うーわ、これただ左右逆転でしてるだけかと思いきや、この機能を使わないとクリアできなかったりするんですよね。この機能がちょっとね、本当に頭がこんがらがるんですよね。なんかなんでこれできるようになったんやったかわからないっていうのがよくあります。確かに確かに、なんか適当にやってたら偶然いけたみたいなのがありそう。あ、でもそれもあんまりないか、これ。じゃあとりあえずこれで。はい、それで。でもその牛さんが、牛とヤギさん、まあ、これを駆使することによって変わって、牛さんに、ナイス。あ、なるほど。できるのか。え、これちょっと慣れないと、プレイしてないと結構わかんないかもしれない。あ、今いけますね。ただヤギ殿が、ヤギ殿どうするよそれ、どうするよってジュルジュル言わしちゃったけど。え、単純にあれか、これでいけるか。嘘。あ、なるほど、乗っけて、このゲーム作った人絶対頭いいと思うわ。ね、こういう発言アホに見えるからまあ言いたくないから。あ、さっき言っちゃったわ僕。あ、アホに見えるとか言うな。スッキリもやっとボール、ポーン、もやっとボール、もやっともやっと。はい、いけそう、いけそう。流行りましたか、もやっとボール。か、あ、これゴリ押しができないゲームなんで、ポンポコさんやってほしいね。普段賢い賢い言ってるポンポコさんがこのゲームでどうなるかを見てみたいね。いや、ポンポコさんこれ無理でしょ。覚えた。あ、ここでいった。ポンポコさんにこうやらせたらもう発狂すると思うよ。ちょっと待って。なんかもうこれクリアできるまで終われませんみたいなやったら人変わって出てくると思う。あ、なんかいけそう。ガシすると思う。いけそう、いけるぞ、これ。来た。そうなんだよね、一瞬の。来た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 。あ、すごい。何で来たか分からないけど来た。出た、そういうこともあるんだね。ちょっと時間があった。あ、これ、あ、そういうことか。お互い同じとこにいるんだね、今は。あ、で先に進んでる方とこうくっつけたり、ね、あー、これややこしいわ。いや、これ無理。ああ、そうか、これでええんか。え、あ、協力して、これでこれで一度上がってることやるか。ええ、頭ええな、作った人ほんまに発想がすごいわ。いや、これでもこれ見てる人ついてきて、結構見てる人にとっちゃ何やってるか分からへんかもしれんな。いや、そうそう、そこ登りたいんだね。登って、あ、二人同じとこ行かないといけないから。これで行けそう。え、どう行くの？入れ替えた。うわー、すごい。行ったか。うい、行きました。え、ズコミ。すごい。よくやるわ。とりあえずここでラストにしようかな。はい。いや、この先あの分岐するんですけど、はい、この先がマジで難しいんですよ。とりあえずまだ難しいことあるのこれで。
とりあえずつなげて。はい、つなげて。ナイスナイス。うん、めっちゃ上登れる。あ、いいですね。これスイスイ行くと気持ちいいね。怖っ。手がすごい量。これもうゲスだけど、行っちゃっていいのかい。事故物件だよ、ここ。大島テル。え、いけるじゃん。単純だけど難しい面だ、ここ。そうですね。ああ、こうしないか。ねえ。いや、それじゃいけないよね。ああ、なるほど。ここで進めてる気がする。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。あ、どうした？え？あ、そこダメなんだ。そっちからそっちに干渉はできないってこと？え？え？なんだ今の？どうなったの？いやもう難しい。いやこれすごい頭の体操になりますね。老人ホームは全部これをね導入してねやればいいんですよ。なるほどなるほどなるほど。いけてるかこれ。いけたかいけたか。いけいけ。きたきたきた。え？ず。頭こんがらがる。行って。おお。いやすごい。とりあえずここまでにしようかな。これすごい。半年前はね、この真ん中のルートの4面までクリアしたんですけどね。マジで難しくて途中で頭痛くなってやめたんですよね。頭痛くなるくらい難しい、ね。ぜひ皆さんにもこの先やってみてほしいですね。いやこれ面白い。頭痛くなったんとちょっと一人でやるのが寂しくなったんでやめちゃった。お前そういえば一人でやってたんだな。またちゃんとピーナッツくんとポンポクさんにも勧めといてくれ。わかりました。二人でやると多分楽しいゲームやから。いやこれ。どこまで行けるかね。今回はこの辺でいいかな。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。頭使いました。さようなら。